しいナビル、スリークストリーク、デッドセック。くそ、うちのメンバーの情報がさらされてる。え、どこで？ハードウェア付きの公衆電話を見つけたんだ。いきなり鳴り出して録音メッセージが流れた。名前はスタンリー、スリークストリーク、ナビル・アザリー。アワズイね、スリークは知り合いよ。ちくしょう、本物の脅威だわ。すぐに止めないと。なんか考えはある？ハードウェアを奪う？いや、残しておこう。突き止めるのに中間者攻撃を用意できるけど、電話は多い方がいい。わかった、他の電話を探してみる。一つ終わった。さて、もう一つだ。これでいい。いくつか仕掛けたけど、何か分かったか？ああ、何か分かりそうだ。通話は個人の装置にジャックされてる。今のとこ作戦は小規模だね。小規模だろうと関係ない。効果は絶大よ。止めなくちゃ。マーカス、今位置を送った。調べてみる。問題のハードウェアを見つけた。止めないとまずいのは分かってるけど、信号を追跡して犯人を見つけたい。それが動いている時間が長いほど私たちには危険だね。ああ、でもなんで公衆電話を使うんだ？ネットにリークすれば済むのに。これは誰かのゲームなんだ。俺たちを煽ってる。ライバルグループの仕業だね。真相を突き止めるんだ。危険を冒す価値はある。ええ、同感。
ここだ。俺たちに手を出したやつを見つけるぞ。報いを受けさせて。M8 だった。あいつら電話はテストらしい。ラジオをジャックして名前を公開するつもりだったんだな。へえ、どうやって反撃するの？まあ聞けって。メンバーの名前は消した。嘘もあったけど正確な部分もあったね。で、やつのアカウントからプライム8メンバーの名前を入手した。そのままラジオ局をジャックさせるつもりだね。プレイリストを変更してな。場所は分かったが侵入する方法を見つけないと。よし、侵入方法か。立ち去りなさい。インバイト社と元議員マーク・スラス氏による選挙における違法捜査の調査が開始されました。なお、この不正行為を明らかにする証拠に関しては賛否両論あるハッカーグループレッドセックにより提供されました。この証拠が公開された結果、選挙は延期されています。さあ、プライム8暴露大会の準備ができた。奴らは自分を晒すことになるぞ。よし、私たちに手出しするとこうなるんだよ。マーカス、俺の本名あったか？あったぞ、レジナルド。うっそ、マジでレジーなの？ははマーカスにからかわれたな。そうかね。私はマーカスを信じてるの、レジー。ごめんね、レジー。二人ともくたばれ。